こんにちは、ハゲツルピッカです。放送事故さあ、ということで今回も放送事故見ていくんですが、ちょっと前回までの放送事故見ていこうの企画、ちょっとセクシーを求めすぎてました。セクシーを求めすぎた結果釣られてしまい、釣りかと思ったら釣りじゃなかった時カスリアクションしてしまい、ということで非常に良くないスパイラルが生まれてたんですよ。ということで今回はもうセクシーから離れます。いらんねんセクシーなんて。ということで早速やって、よっしゃレッツゴー、3、2、1、ヨーサンディエゴ、オーケー。まずこちら、ニャンチュー放送事故、ギャンギャンギャン、ニャンチューだ。いやー、どうもありがとう。ありがとう。あ、次はウィーの番だぞ。はい、じゃじゃーん。山口県熊毛郡の川村純喜くん2歳。純喜くん2歳。じゃん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 。なんだこりゃ。にゃんちゅうのうんち。おにゃんちゅうのうんち。にゃんちゅうのうんち、ちょっとパラサイトすぎるな。カマキリ水につけたらハリガネムシ出てきたみたいな、そんな感じのうんちですよ。2歳ですからね。2歳でうんち好きなの早すぎんか。せめて3歳からじゃない、うんちは。すごい。そっくりだね、にゃんちゅう。そっくりってもうこんなんじゃないかもしれない。にゃんでもこういうの初めてだにゃん。すごいすごい。どうもありがとう。ありがとう。はい、次はです。これは放送事故ですわ。なんで紹介したんだよ、にゃんちゅうのうんち。いや、いい放送事故ですね、にゃんちゅううんち。逃走中の放送事故がクソマロタ。スタート。ここでハンターがさらに進化。おらおら。やばいな。多すぎや。もう40分も逃げてるんですね。ああ、やばい。なんか助かってる。この放送事故はおもろい。エスカレーターだとどうしようもないんですね、いくらハンターでも。サスケ史上最大のやらかし。スタート。さあどうだ。お、漆原さん頑張れ、いけるぞ。やばい、あと2秒。誰やお前、なんでお前が押しとんねん。違う違う違う、これ漆原さんが押さなきゃあかんねん。靴の営業の漆原さんが。いやでもこれマジリアルタイムで見てましたよ、実際の映像ね。実際に漆原さんが完全制覇したところはリアルタイムで見てましたけど、いやすごかったっすね本当にね。放送事故級の全く面白くないネタだけを集めてみた。よくないって、サムネイル畑陽君。いやおもろいやろ、エンタの神様ぞ。はい、スタート。ですよ、この前ですよ。だよ、持たずに電車に乗ってた人がいたから、電車から引きずり下ろしてやったんですよ。ああ、そしたら、そう、運転手あいついまてんさせろよ。あいついまてんが一番おもろいやろですよわ。そこ切ったら確かに面白くなくなっちゃうよ。あいついまてんのためにこのネタやってんだからですよわ。これよくないですよ。俺の名前はあけぼのだ。あけぼの K-1 ファイターあけぼのだ。おプロならもっと派手に行こうぜ。俺は茶髪にピアスにタトゥーだぜって言うんじゃない。茶髪にピアスにタトゥー、あた茨城のヤンキーみたいですから。残念。いやでもやっぱ畑陽区は最後の切腹が一番おもろいですからね。最後の切腹入れてないからなんかちょっと残念な感じになったんだと思います。残念。ああ、小梅太夫。おじいさんが草刈りに来たと思ったら、私を迎えに来た死神でした。うん、いやおもろいやんなあ、小梅太夫もな。おじいさんの草刈りかと思ったら私を迎えに来た死神でした、畜生。めちゃめちゃおもろいやん。ちょ、分かってないなこの動画の投稿者は。畜生ですよ、この前またですよ。5歳くらいの子供が一人でうろうろしてたから、ああ危なっかしいなと思ってさ、交番に連れて行ってあげたんですよ、うん、そしたら、そう、おう、初めてのお使いの収録中だったんだぞ。おー。残念。
だから愛と今転させろって。最後残念じゃないのよ、愛と今転させてよ。まあでもやっぱエンタで一番おもろかったのは乾ひろしですよ。なんか今乾ひろし椅子の声やったり、ブラジルに向かって叫んでる相方と漫才とかコントとか MC とかいろいろやってますけど、やっぱ乾ひろしはね、エンタの一番最後にやるあのブルースのネタが一番面白いですか。そうでしょ皆さん、そうなんですよ、そうだと言ってください。 3, 2, 1, YO! 交換OK! ということで放送事故でした。いやもう最高でしたよ今回。やっぱセクシーに囚われてたから今まで放送事故微妙って感じだったんですけど、セクシーの足かせを取った瞬間にもう放送事故最高、気持ちいいぜ、ハッピーパラダイス、射精射精って感じです。皆さんもセクシーに囚われずに生きてください。 So! 我々は自由だー。放送事故 is freedom! ポメラニアンポメラニアンポメラニアンアカラゴ外せばシャグの味。この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないとたたられる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。フクデューレン、フクデューレン。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメディウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄、いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。ガタガタ、タイガー、ガタガタ、抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れられん。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ、まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。矢にかすだって一生懸命生きているんだ。矢にかすなめんなよ。ヤニガミ様、ここにこりゃんせ首切り同時、悪いことすりゃそなたの尿道ちょん見るぞ。ねえ、この噂知ってる？ある言葉を口に出して言うと死んでしまうっていう呪いの言葉があるんだって。何それ、変な噂。その言葉っていうのがね、本当に人が死んでるんだよ。分かってる。それでも俺はこの事件の真相を追わないといけないんだ。いやお前さんたち知っているんかね。そうか、この事件はあいつから始まったのか。お前らみんな殺されろ。じゃあ私の子宮は4つあるってこと。パワーってなーに。いやーやめろ言うな。呪言、死の言葉。前売り券を買うとバナナがもらえる。